皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。栄養士ダイエットコーチの吉田理恵です。今日も私の YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。今日はですね、スーパー痩せ食材を皆さんにご紹介させていただきたいなと思います。はい、今日私がご紹介させていただくスーパー痩せ食材とは3-2-1-9-9のキュウリです。一人で言って一人で受けてるってちょっとバカみたいなんですけど、まあこのキュウリなぜおすすめかっていうと、まあ洗ってすぐ食べられるじゃないですか。もう疲れている時とかってちょっと料理する気しないですよね。だけどキュウリって洗って拭いてかじる、はい、これですよ。いいですか、洗って拭いてかじる、この3ステップで野菜が取れます。で、野菜不足だとね、やっぱ便秘とかにもなりやすいですし、肌荒れもしやすいしね、よく私がこの YouTube やブログなどでお話しさせていただく炭水化物、脂質、ね、タンパク質をエネルギーに変えるってことができなくなりますので、ぜひね、本当に野菜取っていただきたいんですね。もう忙しいとか疲れているっていう時はね、ぜひ球技洗ってかじってください。それだけでちょっとダイエット効果が期待できるんじゃないでしょうか。で、おすすめポイント2つ目なんですけど、球技に含まれているカリウム、聞いたことありますかね。このカリウムにはですね、体内の余分な塩分を排出する働きがあるため、むくみ解消効果が期待できます。まあ、このカリウムっていうのはもちろんキュウリだけではなくて、トマトやジャガイモ、柑橘類などの果物、葉野菜などにも含まれています。うん、まあですがね、本当に疲れてるときはもうしつこいですけど、キュウリかじるだけでね、全然違いますから、野菜食べないより食べた方がいいですよ。はい、もうこれね、ですからぜひ本当にキュウリ食べていただきたいなと思います。ただ注意点があります。キュウリって夏野菜ですので、他の野菜を食べずにキュウリだけ食べるってことを、まあ1日とかだったら全然大丈夫かなとは思うんですが、食べ続けるってことをするとちょっと体が冷えてしまう恐れがあります。またね、こう夏場でもね、こうエアコンがガンガン効いた部屋で一日過ごしているわなんていう方が、本当にね、トマトとかキュウリしか食べないということをしていると体が冷えやすくなってしまいますので、その点だけね、本当にちょっと気をつけていただきたいなと思います。そしてちょっとね、もう毎回ちょっとしつこいなって思われるかなと思うんですけど、まあキュウリだけ食べても痩せるってことはないです。っていうのは、栄養素っていうのは単独で働かないんですね。チームで働きます。ね、5大栄養素の炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル、これらを取ることによって、栄養素というのが働いて体の機能がアップするとか、ダイエット効果が期待できるんですね。ですからこのキュウリだけ食べれば OK、 他食べないみたいなのは NG ですよ。まあちょっとね、むくんでいるとかね、ちょっとなんかなんていうかね、野菜不足が気になるなんていう時は、ちょっとキュウリ食べていただけるといいかなと思います。はい、いかがでしたか。こちらのチャンネルではですね、20年間万年ダイエットだった私が3食しっかり食べてね、もう毎日ですよ、毎日お酒もお菓子も楽しみながら12キロ痩せてキープしている方法などを皆さんにシェアさせていただきたいと思っています。あ、こんなテーマでね、そうそう、話してほしいわとか、何かリクエストがありましたら、ぜひね、気軽にコメントください。待ってます。コメントくださいね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、このいいねボタン、高評価、わかんじゃった、高評価ボタンとチャンネル登録、お待ちしております。最後までね、ご視聴いただき本当にありがとうございました。じゃあねー。